高原線は、朝鮮民主主義人民共和国環境、南道高原郡にある高原駅から関温度平行郡にある平行駅までを結ぶ鉄道路線である。路線名は、道名から取られている。日本統治時代、軽減線立山駅元山駅と呼ばれていた路線のうち、軍事境界線を挟んで南北に分断され、北側に帰属するようになった区間と同様に、 環境線とされていた路線のうち、平らら線とみな、北線に編入されなかった区間を北朝鮮国鉄が総称して呼ぶようになったものである。太平洋戦争末期の1944年、軽減線の福稽駅高山駅間は輸送力増強のため、朝鮮における国鉄路線では初の電化区間とされた。なお、この時投入されたデロイ型電気機関車は、 第二次世界大戦、朝鮮戦争を経て、該当区間が北朝鮮に帰属した後も継続して、使用され、さらには、この電化方式を継承して、北朝鮮の鉄道路線の約8割が電化された。高原線も現在では全線電化となっている。元山市区間の変更によって、元山駅は現在位置に移転され、路線距離は朝鮮戦争以前より短くなった。 北朝鮮の鉄道全般に言えることであるが、昨今では資源不足と老朽化のため、列車の速度、本数が著しく低下し、停電による立ち往生もしばしば起こっている。2002年当時は、平壌平行間に、平らら線経由で夜行の急行列車が、大道行平行間に、平徳線、平らら線経由で中行の準急行列車が1往復ずつ設定されていた。 ありがとうございます。